こんにちは。写真家の湯浅です。えー、発表されちゃいましたね。eos R 6 Mark II ですね、えー。r 6発売からまだそんな経ってないんですけどね。えー、発表されました。まあ、まだ実機はね。見られてないんですけど、発表した内容に従って、まあね。自分でもどこがどう変わってるのかよくわからなくて、えー、調べたんですけど、eos R 6との違いを、えー、見ていきたいと思います。えー、まず外観ですね。 まあ外観一応出回ってますけど、えー、正面からの絵ですけどまあほとんど変わってないですね変わってないですねマーク2って書いてあるぐらいですよね、えー、ほとんど変わってないですここぐらいですかね、えー、後ろから見てもですね後ろこそそれこそちっとも変わってないですねうん、まあ、ホットシューのところがちょっと気になるぐらいで違いはほぼないと言っていいでしょう わかりますかね皆さん、えー、上面は少し違いがあります電源ボタンですね、えー、R6 は左肩にあったんですけど右肩の方なおかつ、えー、オンオフが奥の方になっちゃいましたねまあ、これはどうなんでしょうかねまあ、6D も 6D も使ってますけど、えー、電源ボタンはやはりこちらにありましたからうん、えー。ここはね、正直今のところは賛成できない ところですかねでこのいらないロックボタンが電源と一緒になってますねまあこれもどうでしょう私的にはいらないんですけどねホットシューがね変わっているのが見て取れますこちらは動画と写真の切り替えになってますねまあ、操作系は慣れの部分もあるんですけどまあ正直どうなんでしょうかねというところですちょっと変わってますよねこの辺は 外観の方はほぼ変わってない状態なんですが中身ちょっと見てみましょうマーク2ですね R6 見てみますとね進化したトラッキング性能と最大最高40コマ約40コマの連続撮影と40コマっていうのはインパクトありますね確かにね40コマすごいですよねここは確かにインパクトありますただしですね まあ、動画性能もちょろちょろといろいろ上がってるみたいなんですけどここ「常用相102,400」えー、10って書いてますけどこれは変わってないですよね。R6 も、えー、常用最高感度はで,すで「す世界最高レベル最大8段分の手ブレ補正」って書いてますけど、まあ、これここにも書いてますけど「R6」も同じ8段の手ブレ補正段数。 R6 の方を見ても8段の手ぶれ補正変わってないですよねなんで主な特徴にこんなのを入れてるのかよくわかんないですあとはまあちょろちょろどうでもよさそうなのがありますけどとりあえずですね12月中旬発,発売予定となってるようですねちょっと特徴を見てみましょうえー、っと AF システムが、まあ、ディープラーニング技術を活用した トラッキング性能搭載って書いてますけど、まあ、ディープラーニング技術を活用したって書いてますね AI っていう言い方はして AI には触れてないみたいですけどまあ似たようなもんでしょうソニーの α7R5 が、まあ、この間ね発表されたばっかりなんで AF がね AI でかなり進化してるよっていう話があったんですけどまあこの R6M2 も高速高精度の AF っていうのをまず歌ってるようですね デュアルピクセル CMOS AF2 この辺はまあ一緒ですよね。電画面。まあごちゃごちゃ書いてますけど、低軌度合照限界 EV-6.5 これも一緒ですよね。良さ R6 と。まあ、この辺はね、実際にこの AF に関しては試してみないとスペックだけでねごちゃごちゃ言われても仕方がないのでまあ多分良くなったんだろうなというところですね。これもね。はい。でまあソニーの アルファ 7r5 と同じようなところが書かれてます。まあ、人物の瞳検出性能が向上とか動物優先に馬だから犬猫馬鳥、同じような感じですね。さらに、えー、車車バイクはあったみたいなんですけどね。飛行機鉄道を追加。この辺も先日のアルファ 7r5 と同じですよね。ただ一つまあ、多分スペック上ですけど、大きな違いがあって。 検出する被写体を自動で選択可能って書いてますね。これがね、あのアルファ 7R5 を使っている時に、あのー、まあ、お店の方ともお話したんですけどね、自動でやってくんないかなと。いちいち切り替えないといけないんですよね。で、切り替えもその <laughs> メニューの奥の方にあるんで、どっかのボタンに割り当ててないととても使えたもんじゃないっていう代物だったんですけど、これもね、いちいち切り替えるのは正直言って面倒。 キャノンの方はこれを自動があるって書いてますよね自動。これはちゃんと動いてくれたらとても便利だと思いますね。ただどこまでやるのか。なんかね、人が三人四人いて犬も猫も連れてて一人は馬に乗っててで車が向こうから来ましたよ。飛行機も上飛んでますよっていう時にどうするんでしょうね。まあ、そういう意地悪を言っても仕方ないんですけど。 この自動がね使い物になるようでしたら私としては大歓迎歓迎したいですねでまあこの辺は大して変わんないですはいはい40コマ秒の高速連続影40コマ秒ですよねこれはちょっとインパクトあります EOSR6 はまあこれ当然電子シャッターになるんですけど EOSR6 は20コマでしたかね20コマでも大したもんだと思うんですけどいきなり来ましたね40コマ秒 まあ、ローリングシャッターとか同じぐらいって書いてますけど、うんまあ、この辺も、ね、実際使ってみないとっていうところはありますね。メカシャッターで最高12コマ。ちょっと上がってますね。まあ、フリッカーレスとか。あとこれ、えー。ローのバーストモードですね。バーストモードが搭載されてます。フルサイズ EOS としては初めてですね。うん、このバーストモードはね、前から気になってはいたんですけどね。オリンパス使ってる人がね、まあ、いいよいいよとか言ってましたけどね。 ここはちょっと興味あるところですね。ファーストモード。えー、プリ撮影最大0.5秒になってますね。これ動画でも確か使えたはずですが、こんなところか。高画質手ぶれ補正のところですけど、まあ、CMOS センサーは新設計で2420万画素。まあ、これは新しいところですね。新しいのは結構なんですけど、ここにちょっと不思議なことを書いてまして、新シャープネス処理により EOS 5D Mark IV。 約3040万画素をしのぐ改造性能を達成していますシャープネス処理により、えー、ちょっと危険な香りがしてきます、えー、いつもやるんですかねこれあんまりこの勝手なことをやってほしくないんですけどちょっと危険な香りがします高感度低ノイズって書いてますけどさっきも言った通り、えー、最高位相102400は変わってないですね、まあ、中身が問題なんですけど スペック上はちっとも変わってないです。でボディ内テーブレホスエも最大8段、うん、これも変わってないですね変わってないって書いてあるんですけどえわざわざ載せる意味はよく分かりませんだから大して変わってないのかなと思ってましたうんはいはい、はい、はい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 こんなもんですね動画撮影がちょっと良くなったっていう話なんですけどまあね、まあ、画素数上がったんで 6K オーバーサンブリングとかまあこのフル HD で 180p とかね うん、まあいろいろちょろちょろはあるんですけどうーん私にとって一番大切なところ ISO の上限ですね25,600だったんで私がソニーで α7S3 撮るような星空動画は全くお話にならない撮れませんもう撮りもしない一回撮ってみましたけどねその辺の話も出てくると思いますが、まあ、動画の手ブレ補正ね a f 性能 えー、定気度合唱限界マイナス4まあ動画ではそんなもんですかね、えー、特徴のとこでは書いてないですけど一応確認しました動画の ISO 感度の上限は変わっていません25,600でした、えー、ということで私にとっては、えー、意味がない、まあ、全て意味がないとは言いませんけどちょろちょろ良くなってますけどね肝心なところ変わってないんで,で操作性信頼性ですが 操作性がさらに向上で電源スイッチを移動したのが操作性の向上になるとはよくは思いませんが切り替えスイッチねこの辺は変わってないと思うんですがえ形状改良ってありますねまあこれも実際に使ってみないと分かんないところでありますえ大きく変わったところはなさそうですねえ電子ビューファインダー369万ドットドットで言うとねソニーのと比べるとなんじゃそれっていう感じになっちゃうんですけどね で液晶モニターも3型162万ドットのバリアングルと何ら変わりはないですね変わり映えしませんこれもソニーと比べるとちょっと変わり映えしないなっていうところは今となってはありますね防人防的このデュアルカードスロットあるんですけどうーん SD カード2枚ですねこれでやれるんだ40個もねうんすごいですねこんなところ作画機能って何 ン撮影あもうどうでででももいいいすすねね大、はいはい、レンズあこんなもんななしかないんです、ね、だからまとめると変わったところっていうのは一番大きいところが、まあ、新しいセンサーであると新型のセンサーで2420万画素というところが一つ売りですねちょっと上がりましたまあ誤差の範囲って言ったら怒られますけど、えー、2020が2420ですまあちょっとは良くなってますからねそれはいいんでしょう 画素数的にはですよ。ただ高感度性の性能逆に悪くなっている可能性もありますよねこれわかんないですけどねやってみないとわかんないですけど、えー、センサー的には、えー、積層でででももななし、面照射でもない普通の、まあ、表面照射ですね。ただ、えー、誤解してる人が多いんですけど利面照射に比べて表面照射が悪いかというとそんなことはなくてですね、まあ、今世界の数星としては表面照射型の逆襲が ありますよねなのでここは形式にこだわるところではなくて実際を見ないといとけません、まあ、実際に映してどう,どうだという話はこれからになりますねちょっと懸念しているのはちょっと新設計っていうんで、えー、皆さん良くなってると多分思,思,思われてると思うんですけど、えー、私が心配しているのは高感度性能とか、まあ、その他の性能が、えー、むしろ劣ってるのではないかという懸念があります。懸念ですねはい とにかくセンサーは新しくなりました。で、連射速度がやっぱりインパクトがあるところですね。最高40コマ秒。ここは売りの一つになるんでしょう。えー、あと売りがよく見つからないんですけどね。まあ、動画がちょっといろいろ良くなりましたよというぐらい。えー、なんかこの8段の手ぶれ補正とかね、常用 ISO 感度10万2400とか、R6 と変わらないところをわざわざ書いてあるっていうのはまた不安ですよね。 要するにその程度しか変わったところはないのかなと思っちゃいますよね。まあ実際に使ってみてですね、あの撮影した,影した見た結果で、まあ、もちろん判断したいと思います。今のところ私としては40コマは興味ありますけど買い換えるようなものでもないかなというふうに思っております。気になるのはあとさっき言ったバーストモードですね。バーストモードの搭載は気になります。 あとね、さっきも言いましたが、えー、とても興味あるのは、検出する被写体を自動で選択可能。自動ってのいいですね。ぜひ自動でちゃんとやってほしいです。ここは検証したいですね。えー、そんなところですかね。私が興味あるのは、えー、40コマとバーストモードと、この被写体のね、自動選択、えー、というところが気になりました。あとは、スペック的には、えー、気になるところはないです。はい。実機を試してみてですね、撮影してみての レビューを待ちたいと思います。はい。皆さんいかがでしょうかそれでは今日はこの辺りでご視聴ありがとうございました。